イルカの名残雪とかでしたね。僕はですね、昔ゆかれ子さんに、紹介された時に、テレビで存じ上げてますよイルカちゃんって言われたなんか近いようだけど意識変わってないみたいなあ、そうかそうか。でもベスティローラーズは ね、もう、すごかったね。すごかったですね。そうだ、なんかあの俺はね、その頃思うとベイシティローラーズとキッスとクイーンが同時に出てきたような感じなんだよね、はい、中1とか中2ぐらいの時に、はい、そうですね。クイーンとかは高校生の時よく聞いてとかも、ああいうのがね、洋楽もだからラジオにかぶりついてたね、大体ね、夜もそうだし、はい、で日曜日の午前中からずっとそういうのほら、トップ40もとかさ、ベスト10ものをやるでしょ、あと週末になるとベストヒット USA とかね、夜ね、ね、あれもう絶対だよね。声が似てる人いますけどね、今日ね、クリソツだよね、本当ね。でもそう、こっちうちのあのでも本木の小林克也は、腐ったプロテイン間違えて飲んで、心臓になってしまった。本当ですか？まあね、でもそういうね、あっという間の人生だからね。そう、私今回のいくらさんのライブの時にヒストリーをご紹介するお手伝いしたじゃないですか、で改めてご来場の皆さんはね、それを聞いて、なるほどって思ってくれたと思うけど、なんかすごいね、ああそっか、いくらさんの人生こういう感じだったかって思いながら、で歌を聴くじゃないですか、曲をね、そうするとやっぱ感動しますよね。なんかね、バカだなとかも思うんですけどねバカだな本当にとか思いながらも、そう、すごい感動しましたね。でもね、バカなこともたくさん積み重ねないといいこともできないのよ、人間力ってやつですね。でも本当そう思うよ、やっぱりね、だから、でもね、やっぱもし楽しいことっていいじゃん、やっぱりさ、だからね、でもさ、今回やっぱコメントどうだ、これな、岩城さんがちょっと肺を今ね、コロナじゃないんだけどちょっと肺壊してて、もし何かあったらっていうんで来れなくて、で自分でコメント取りに行って、そうだ、だから一緒に写ってたんですね。で爆笑問題の2人からも届いたり、あと翔さんもね、ツアー中で来れなくてさ、コメント届けてくれたりさ、ビデオメッセージでね、本当ありがたいよね。だっていろんなこう一つ一つのさ、出会いがさ、なかったらさ、こう今ってないわけじゃん。本当、いくらさんってやっぱり男性に愛されてるんだなと思いますね。男性に愛されてますね。でもやっぱり同性のファンにこう好かれるっていうのは、まあこれは男でも女でも長くやり続けるこう秘訣じゃないけど、そうですね、だって異性のそうさ、人を好きになってさ、ずっとさ、その人をずっと好きでい続けるってファンでなかなか難しいじゃない、年齢が経ったりとかさ、なんてちょっとさ恋の対象になったりもする時あるじゃん、若い頃ってさ、こう、なんかそんなことない、ありえないのにさ、だからその人が結婚しちゃったりするとさ、僕なんかでもさ、例えば「桃井ちゃん結婚」なんてさ、もう終わりみたいな、ね、取られたなんて最初から何もねえようにさ、そうだ、そういうのもお互いにあるじゃん。で僕なんかも女のファンの男の前ももう何十年間もデビューした時から今だにみんな来てくれるけど、そうですね、だけど女性のファンは当時のファンっていうのはまあ本当にでも何人か来てくれるな、やっぱり、あ本当、それも嬉しいよね、だから結婚して子育て終わったからまた来ましたみたいなのがね、だからそういうのみたいな人もいるけど、まず少ないじゃない。まあね、圧倒的に男性の方が多いですよね。そうだね、多摩川にさ、最初の頃にちょっと川が綺麗になったからって放流した鮎が戻ってきたみたいな、そんなぐらいの確率でさそうなんだね、だからなかなかさ難しいけどね。じゃあちょっともう一曲いってみましょう。Nostalgic Radio Show. ENR. 大人の秘密基地。この曲も大、いいですね、もう大有名なキャラのファンキーモンキーベイビーで、はい、僕この曲を最初に聴いたのは、やっぱ中学1年生ぐらいの頃で、そのキャロルが初めに出たライブインリブヤングという番組を6年生の時に偶然にも見てたんだよね、ですごいもちろん興味があったわけじゃないんだけど、俺ビートルズが好きだったので、6年生ぐらいの頃から、はい、でうわなんかかっこいい変わったこうグループだなって、その頃ってさ、バンドっていうのはさ、グループサウンズとかも今日終わっちゃってる時だからさ、こうバンドスタイルっていうのはいっぱいいたんだけど、そうやってパンって出てくるのが自分の中でなんか珍しくて、で、ま、その革ジャンで、で、おーと思って、で中学1年生ぐらいになった時に、こ
校で自分がこうちょっとあのプロフィールにもあったけどキャロルに会ってフローの、はい、あれが芽生えたみたいな、はい、で中学2年生の時にもう解散しちゃうんだけど、うん、その時にだから生のキャロルって一回も生でライブとか見たことない。あーそっかそっか。そう、うん、だから解散コンサートが中学2年生の時に1975年の4月の13日に日比谷野音でやったんだけど、うん、その時に行ったの俺そこまで。本当に、うん、だけど中には入れずに。そうそうそう、なんか行ってみたの、うん、だけど野音だから音は聞こえるわけ。そうですよね。そう、でもさそこにはさもうさ悪魔のような不良お兄さんたちがさ、そっか言ったってこっちがさどんな不良だっつったって中二だからさ、で学校の帰りにさそのままさ学ランのまま行ったわけ、今度マジソンバッグ持って、そのままさ行って懐かしい。でもさその周りにいるような人たちを見るのも刺激的だったしさ、で外でさ演奏がやっぱ音が聞こえるわけ、うん、雨の中さ一人で行ってさ聞いたっていうさ、ですぐさそ のライブレコードが出て解散の、うん、でそれをでもさ当時さ3800円ぐらいしたのかな2枚組のさ、そんでさそれをさもう買ってさ、でその解散コンサートのさヤボンのキャロルって看板が燃えちゃったやつのそのポスターがさ、なんかあれがついてきてさ、で、その段でライブ版で聴いて、そしてさらにその頃 EP 版で買って、うん、もうこれがね絶対的にバンドをやりたいという、何にも楽器できないのに、うん、やっぱ A ちゃんみたいにベース弾きたいから、うん、すぐベースを先輩から譲ってもらって、そうだ、これも衝撃的でしたね。いくら少年はやっぱり音楽好きだったんですね。もうね子供の頃からね音楽はね、うんうん、もうずっと好きだったね。いくらさんってでも子役からスタートじゃないですか芸能歴。まあ一応 ね、うん、でそれはほら自分のさ、うんうん、意思で始めたわけじゃない。あ、そっか、4歳とかでしたよね確かね。そうそうそう、母親がさ、うん、でそのさ劇団行ってさみんなと会うこととかさ、うん、その撮影現場でさ、うん、遊ぶのは楽しいんだけどさ、うん、俺はとにかく恥ずかしがり屋だからさ、演技をするのがすごいだったの。そのなんか、うん、才能がないの役者としての。あ、そうなんですか、うん、それもね4歳の時から気づいてた、ね、感じてた、絶対俺は下手だなと思って、学芸会とかも絶対ないの。あ、そうなんだ。運動会とかいいの、走ったりするの、うんうん、それはやりたいんだけど、はいはい、あれは嫌だな。いまだにもう役者だけは何度か結構いいお話いただいたんだけど、もうほぼお断りしましたね。もういや最もやりたくないこともベスト3の、うん、っていうか一番かもしれない。なんかこう人の思い通りにはならないみたいなのがあるんじゃないですか。いやっていうかさでもさセリフを覚えるのも、うん、歌もあんな何十曲も何百曲も覚えるんだから、うん、セリフなんか簡単じゃないですか。確かに歌もだから役者もやるとリズムみたいなもので覚えられるんですって言うけど、うん、歌詞ってさ、うん、デュエットもんじゃない限りさ人の歌詞なんて覚えないじゃん歌う部分とか。でもさ演技はさ人の言葉まで覚えてないとできないじゃん。あ、そうですね。どうやって掛け合いがねうまくいかないとね、うん、だからさ仮にさ、うん、なんかこう自分たちのさやってるところにさ、うん、大して歌も上手くないのにさ、うん、ちょっとその時の人気があるからって来てさちょっと歌わせてくださいって、うん、こいつ下手だなみたいなやつさ歌なんて歌いたくないじゃん、うん、それと同じでその時ちょっと話題になってるからって、うん、俺なんかもちょっとそのいくらちゃんって名前出た頃に、うんうん、パーって人の現場に行ってそう真剣にやってる役者さんたちの中に入って、うんうん、なんかね、うんうん、僕どうしたんだいなんてみたいなさ、なんかさ何にもさなんかさみんな丸気なさ棒読みのさうん、うん、ねあそういうのはさすごい嫌だったんだよね。一回さ、うん、梅宮達夫さんなんかと仕事した時あって、うん、本読みをさ、うん、やったのよ。だからあの本読みだってさ、うん、椅子に座ってさみんなさもう真剣じゃん。そうですよね。もう本番さながらの座ってやるわけじゃん、はい、うんうん、そんな恥ずかしいことってないな。俺にはそれがもう初めて恥ずかしいな。はいはい。でそれもう演技だけは嫌だっつって。そうですね、恥ずかしいと思ったら演技ってできないでしょうね。そうでしょ、だから入り込めないで。でもいくらさんはいくらさんじゃない人に、役者さんって自分じゃない人になるじゃないですか、うん、いくらさんじゃない人になんかなれないですよ。いくらさんはなれないよね。なれないで歌のなってもらっても困っちゃう歌の世界はさいろんな人の歌歌っていろんな歌詞歌っても、うん、はい、それに影響されて自分が
来てるから、そうですね、恥ずかしくないじゃない。自分のものとして、ね、うん、歌に変わってきますよね。そうだね。でもね、そのね、歌でさえね、なりきれなかった時あるもん、恥ずかしくて。なんか格好つけてるみたいで嫌なのよ。なんか、そう、そういうのがあったからね。まあ、でもこの、やっぱファンキーボンキーベイビーとか出会った時は音楽はやっぱり、その音楽でさえバンドはやりたいと思ったけど、人前で歌いたいとはあんまそんな思わなかった。へえ。だからプロになろうっていう気は、まあ、A ちゃんみたいになりたいとかそういうのあったけど、ある一定の時にした時には音楽でプロになろうなんていうのはもう全然目指さなかったね。へえ。甘いと思ったら なれるわけないって思ってたから。あ、そうなんだ。不思議ですよ。まあ、というわけで、最後の曲なんですけど、はい、これはやっぱり圧倒的にこの頃はもうバンドもやってたんで、あ、バンドやってないや、バンドやるちょっと前だ、1年ぐらい前で、でこの曲を聴いて圧倒的に人前で俺も歌ってみたいって思った曲がこの最後に今日かけする。そして今回も、スペシャルゲストで来てくれた鈴木雅之さんのこの曲を聴いてお別れする。じゃあまた来週もお願いします。永吉矢沢コンサートツアー2021 I'm back ロックは止まらない。12月15日から21日の日本武道館 4days 公演を含む矢沢永吉1年10ヶ月ぶりの全国ツアー開催決定。詳しくは矢沢永吉オフィシャルホームページまで。